いどうも、楽しい美味しい時間ですよ。もうね、やっぱりねもうダメだね。牛乳の始まっちゃったね。牛乳が僕の中でもう牛乳が始まっちゃいました。もうずっと毎日じゃない、これ毎日牛乳ですよ。もう美味しいね。いきます。もうここ何日かもう毎日牛乳だね。毎日牛乳。牛乳は健康にいいかどうか、カルシウムがねいっぱい入ってるとかね、なんかそういうの聞いたことあるけど、てかまあ美味しいんだよね。美味しいの、本当に美味しい。もう牛乳ばっかだよこれ。ピント合わせるのってどうやんのこれね。ピントを合わせるのってどうやってやるんですか。ピントを合わせるのがどうやってやるのかわかんないな。手でやったら手はちゃんと合ってる。これ合ってんの。こう牛乳だったら、字でやったら、わかんないな。誰か教えてください。それともこれ僕のカメラがあんまり良くないの。僕のあれなんか声がちょっと、あれ声が遅れて聞こえてるよ。あれ声が遅れて聞こえてるよ。一国堂さんですね。一国堂さんの真似ですよ。あ、い、う、え、お、あれあれ声が遅れて聞こえてるよ。あれよくわかんないですね。でもなんかちょっと声が変だね。これ違うよね。ね。違うな。思ったんだけどさ、これ僕は最近牛乳をたくさん飲んでるじゃないですか、ね、最近たくさん牛乳を飲んでるんですよ。これ同じような牛乳で売ってんじゃないの、コンビニで。この3倍ぐらいのサイズでさ。そういえばね、コンビニエンスストアで買ってきた、2本3本飲むんじゃなくてコンビニエンスストアでね、1個買ってきた方がいいんじゃないかなと、経済的に。そっちの方がいいんじゃない、まあ、でも最初はね、この瓶で飲みたいな、瓶のやつが飲みたいなって思ったから。でももうね、いいんじゃないかな。そろそろコンビニエンスストアとかで買ってきていいんじゃないかなね。3本も飲むんだったら。180台出したね。38324。ほらもう、そうじゃない。あのパックのやつでいいじゃない、パックのやつで。そういうことでしょ。そういうところが木島はダメなんだよな。そういうところがダメなんだな。でもまあ僕がここでたくさん飲んでるから最近これ利益は出てますよね。ここでは牛乳を一番買うのは僕でしょ、きっと。そういうことだと思いますよ。イカもそうだよね。サキイカもね、コンビニスーパーとかで買った方が安いんじゃないか。きっとそうだよね。ついつい流れでねやっちゃいました。ついつい閉まったな。昼のうちに買ってくんだったね。あー、イカ美味しい。
美味しいね。最近毎日食べてるけど、やっぱり美味しいね。暖房これつけないとダメだな。暖房入りました。暖房入りました。暖房入りました。あんまりタバコを吸ってるね動画はこう評判が良くない、タバコはやめた方がいいですよって声が非常に多いですよ。非常に多い。分かっているんだけどね。見ててくださいね。いつもと俺パンってやって口にプンって入ってやりますから。3、2、1って言ってください。せーの、3、2、1。見ててね。え、なし。今までのなし。はい、3、2、1。ついついですよ、ついつい。これみんなね、タバコ吸い人よくやると思うんだ、ね、こうやってやって風もなんもない、こうやってやっちゃうんだよね。なんだろうね、このこうやってやるのは。風がない時でもやっちゃうね。でもやっぱり声変だね。あ、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 聞こえ出したら怒られちゃうから、周りのお客さんに怒られちゃいます。なんだろうな、なんでこうやってやるんだろうね、ほんとね。これはね、僕はね、毎日毎日楽しみなんですよ。こうやって帰ってきてね、皆さんのコメントに返信したりするのが楽しみだよね、僕は。もう嬉しくてしょうがないの。いや、そろそろやろうと思って。うん。何をやるんだってさ。ちょっとやるよ、ほんとに。ちゃんとっていうかやりますよ。ちょっとやりたいことがあって。まだ発表しませんけども、ちょっといくつか考えてます。僕はいくつか考えてます。そろそろやります。でももうちょっと待ってくださいね。帰ってからだね。帰ってから、そろそろでもやっとかないと。いや、帰ってから年内できるかな。年内にやっときたいな。年内って言ってももうすぐ終わりですよ、今年も。早かったね。今年も早かった。あっという間に始まって、あっという間に終わりますよ。もうすぐ今年も。あ、ごめんなさい。でもね、今年はね、特にいい年だったね。去年はね、その次にいい年、一昨年はね、その次にいい年をどんどんね、どんどんですよ。右肩上がりの運気急上昇で、毎年毎年運気が上がってね、本当にいいことだ。島を出る前の年か、もうそれはそれは有名な占いの先生が、もう無形文化財ぐらいになるんじゃないかっていうぐらい有名なね、沖縄の占いの先生が世論に来てくださってて、その時に僕もね、ちょっと見てもらったんですよ。そしたらね、これ話もしたかな、八方塞がりだからもう出ない方がいいって島から、そう言われたんだな。しましたね、この話ね。八方塞がりだから出ない方が、特に北の方にはって、もうこっからね、僕世論島に住んでましたから、そっから北に行くなって言ったら南に行くって言ったら、もう大変なことですよ、これ。沖縄と、もうね、南、これ以上南に行けって、ま、もっと行くんですかっていうね、そういうことになってたから、もう僕はね、いや、八方塞がりいいじゃないですかっつって、八方が塞がってるんだから他にも隙間があるはずだっつって他にも八方以外にも16方とか32、もういろいろあるじゃないのね、方向8だけじゃないから、そういう意味じゃないんだよね分かってたんですけどね。まあ考えたら恐ろしいね。あの時出てなかったら今よりももっとすごい人生だったって言うんだから、本当ですか。
今でも僕はとっても幸せですよ。いろんなこと起きるし楽しいよ、本当にいろんなことがあるからね。もっとうまくいってるよっていう話なんだから、恐ろしいね、僕の底力、僕のこの強運持ってるものがね、信じられないね。これよりも良かったって言うんだからね。あの先生曰くですよ、他の先生に見てもらったらそれは違うかもしれないけど、僕は分からないけど、そういうのはよく本当は分かってますけど。おかしいな。なんだろうな。こんな風にやりながらやったことないね。しかもこんな長くね。よくないな。やっぱよくないですよね。食べながらって言われたからな。硬いかも好き、でもこう柔らかいかも好き。まさか、まさか。今日もね、たくさんの方がコメントくださって。チャンネル登録もしてくださってますね。ありがとうございます。本当に嬉しいですよ。本当に嬉しい。本当にありがとうございます。口の中に物を入れながら言うことではないわな。うん、もうちょっとやってから今日はもう寝ますよ。これもあれも全部美味しかったです。ごちそうさまでした。